リオカルエニジェンス、さあやっていきましょうか。こんにちは、ブルーフォースです。ということでね、まあロケをっかりやってても仕方がアベーベっていうところだったんで、まあたまにはね、マリオカートでもやってみようかなと思ったというわけでございます。でグランプリということでね、見事に何もないね。ということで、今回の企画なんですけれども、グランプリ 150cc 全ての、レースを、オール1位取るまでやめませんということでございます。あ、まあもちろん、パートは分けていくんでね、そんな生放送みたいになんか全部やっていくとか、そんなあれじゃないので、そこはご安心をということですね。はい。で、レイン君がいるんだけど、とりあえず僕は悪い意地が大好きなので、もう体格も似てるってことでね、まあここまでガリガリじゃないんだけど、ということで、あ、全然ないの。こんなアイテムたちでいけるのかっていうところなんですけど、ちょっと待ってね。僕はね、車派なので、ターボワン、めっちゃゴリゴリに加速していくな。ちょっと待ってね。あれだ、こういうのも、だからアイテムがじわじわ増えていくっていうことなんだろうね。どれにしようかな。カブトムシ？ワクワクビートル？ああ、じゃあこれでいきましょうか。で、ああ、でもね、ぶっちゃけね、これにしたところでね、俺ね、あんまりよくわかってないからね。はい。ということで、まあ順番に、トータルで、6×2 の24チャップかな？ 24 カップってどんなチャップ？ABCDFG で言うと、WYX カップということでございますね。どんなあれなんだろうな、多分もう初めから地面についてくくらいの大きさのおっぱいなのかな。なんでもそっちに例えるなっていう話なんですけど、はい、ということでやっていきましょう。はいやーいつもねーめらめらめらめちなみに、下手くそです。はい、下手くそいつざまなんですけど、そこはまあ許してくれっていう。いいあ、いいねあ、ちょりょ、あー、ルイージめ。これ、ちなみにさ、前に倒してるの、ちょっと早くなる、上手だね。そう、上手すぎてビビったわ、今。よいしょ、あ、でも曲がりやすいかも。カート自体が速いとは思わないけど、曲がりやすいかもしれない。それで、ピョイということで、まずね、コントローラーでプレイするの自体は、もう本当にね、初体験に近いというか、だからコントローラー、どのボタンを押したら後ろをチェックできるのかもよく分かってないですね。うん。あー、隣か！これは飛び上がって、曲がる。そう、なんかサンダードリフトっていうの？なんか昔誰か解説しちゃったのを見たことがある気がするんだけど、あ、まあでもやっぱさすがにあれだね、最初のカップだからか、全然あれだね、見どころないと思ったら、急に逆ドラされたびっくりした。ね、虫ドラみたいな。あ、あれ1個しか取れてない。ちょっとこれ、このタイミングでなんか変態やろうとしたら、てかなんか遅くない？あれ、カップなんだっけ？よし、ゲドゥークルッテ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 ッよし、いい。オンラーを前の手にまとめて、アップパス。1月にさ、あれが終わったじゃないですか、スペーダマンが終わったんですけど、なんかあれらしいですね、なんだっけ、超、あいつあいつ、なんか爆発するやつ、なんか爆発物陳列剤投げてくるやつ。あいつ間抜けてもお前ら全員、なんか、オクトパスってずっと言ってて、何なんだろうな、お前ら全員オクトパス。どういう意味とかって思ってたけど、お前ら全員吹っ飛ばすって言ってたんですね、あれ。初めて知ったわ、ツイッターで。ツイッターじゃない、今 X っていうのか。はい、ということで、無事1位取って。さあ、行くぜ、ベイベイ。最終ウィークで始まった。うわ、ちょっと待ってーでーてけてて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 。最寄りの人たちとかみたいにさ、こうみんなまとめてさ、楽しんでるとかっていうのができればいいんだけどさ、お友達いるとほんとだ。ちょっと待ってね。背中の方でガサッと音が聞こえてるのちょっと震えてるんだけど、大丈夫か？めっちゃぐるぐるって。まあ、思った以上にカートが曲がらないな。よいしょ、あ、ちょっと逆に。上
コーション、ラララララララ。オッケー、赤コーン、グエ。いやー、またこれか。ほんと、イカスミパスタをかけられると、ほんとに、あれだよね。男のは白い、安心して。あ、ちょっと、あれ、なんだ、なんだ、あ、ポップラバズってるこれ、もしかして。そう、あの、ほんと、プロフでやるのが、まあ、さっきも言ったけど、ほぼ初めてみたいな感じさ。これまで、くる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 、こうやって言ったら、オーラ、食らった。あれ、食らったいいこれやったら、食らったわかんない。とりあえず、内側を攻めます。内側を全然左に。キリン、ウィン。あと、このタイミングであの青コーラ出たら、もう多分大丈夫だと思います。オッケー。グッド。まあ、あの、チョ様に見せられるようなプレーができること、私、うまいわけではないんですけど、まあまあ、そんなこと気にしてらんないんですね。よいしょー。そう、あの、なんだっけ、あの、ウィーリモコンのさ、ウィーとか、あの、ウィーユーとさ、なんかこう、こう、え、なんだ、あねえ、この記録とさっきまでお尻うんち引き下げてた女が、これなんかすごい急に運転が荒れたのかな、何だったの、飲酒でもしてたのかな。マリオカートで飲酒運転ってありなの、施設コースだからセーフなのかな、行動アウトじゃんねえ。何を求めてるの、あの Wii U のあのなんかあれあれあれ、もう話題が散らかりすぎて俺結局何が言いたいのっていう状態なんですけど、はい、あのなんかこう右にハンドルを切ったら右に曲がっていくみたいな、ああいうやつでしかやったことがないから、このスティックでグリ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 いじるっていうのをね、あんま分かってないんですよね。うん。まあでもやっぱ、あの普通にコントローラーでやる方がまあ上手というか上手いというか、ね、早くて安いみたいな、そんな感じなんですね。スイーツキャニアン。スイキャニー。キャニアー、こっこそ上手くいくぜ、ね、早いな、加速。よいしょー、よいしょー。やっぱね、こうなんかさ、ショートカットを使ったりとかさ、うまいプレーを皆さんこうやってらっしゃるわけじゃないですか。あんなの無理無理、怖くて無理よ。全部のアポロをぶちのめしていくね。あ、だって急に今なんか一瞬あのハンドルを切るのやめたんだけど、大丈夫か。またあれかな、青いものがなんか飛んできたりとかしないかな。これちなみにどっち行くのが正解、青とピンク。やっぱりあのなんか、ね、あのトイレの色はあの青だからこっち行ったんだけどさ、後ろから来てないよ、大丈夫、ふいっと、やばいな、何の面白みもないな、なんかもうちょっとやっぱりあれ、これオンライン体制で人とやるべきだったのかな、まああの別に自分が上手い人かなんて、あの口が裂けても上手い人、いやー、うん、やばい、土管から潮吹いてる、よいしょ、ほい、アポロ11号。アポロ11号は気に、あれなんかちょっと前、去年末くらいか、なんかあの日本人が月面着陸の準備を進めてるみたいな、なんかこのニュース流れてなかったっけ、まあ、きっと気のせいでしょう、よいしょ、どのくらいスピードと加速とその曲がりやすさがあるのかいいかな、で、あれ今赤コーラあったけどどうなってんだ、あれからバーコー来てる来てます今来んな、やめろ、今でもないんだすー、もうあれなんで、ずっと来なくていいんだよ、なんかビートルズビートってる、よし、防御、曲がりが伝わるけど、なんかあれだね、スピードがあんまりない感じなのかな、あの、全部マックスの車ってないもん、ふふ、あれですね、ぴょんしなかった、最後、ショートパッド使ってきやがった、この野郎、ほれ、オープニング、もう一発来てるし、もう一発来てやがった、危ねえ。おい、クリアピッチイン、イェッシェイシェイシェイ、ヨーシェイシェイ。さあ、早速企画倒れにならないかだけ心配で。でもね、みんな覚悟しといてよ。もしね、あの、オール1位を取れなかった時にね、あの、あれですよ、もう一回同じカップを1からやるっていうことを見せるっていう、地獄の耐久レースになったらね。まあ、収録時間的にどうだろう。まあ、今で10分くらいか。ってことは、あれだよね。あの、多分、うまくいけば、まあ、
あの、ギータップ、まあ、一パートギータップってことかな。うん。ぐらいいきなり来てるよ。トゥイ、知ってた。いやろ、なんか誰か壁走ってる。トゥイ、ベリフィーチ、ベリチー、ぴょん。あ、ここは、ここは、あれなんだ、戻らないか。ジム、ここ出てるのが基地なのか、特に出てた方が基地なのか、ちょっとよくわかんない。会えないっす。おい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 、そこの女、あ、取られた。ちょー、ほいほい、ぴょん、ぴょん。むちゃー、これは、これはまずいぞ。これは、これはワン、1パート目からこうなるのはちょっとよろしくないですね。あ、しかも今3位になってるし。で、待て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 、まあまあまあ、まあまだ落ち着く落ち着け、まだ慌てるような時間じゃない。あー、俺のおなら使っていきやがったやつが、あれなんか、いつの間にあのクッパちゃん行こうか。ぬるいな、あいつ。行こう行こう行こう。あ、ちょ、ちょ、ちょ、待って、今さ、コントローラー勝手にグワングワン行きやがった。なんでなぁ、どうしてねぇ、ぴょん。邪魔。邪魔と思ったら、単に、防御壁をどっかやっただけだった。あ、いいねいいねいいね。やっておしまい。バイバイ。失敗してもめげないよ、ここ。頑張ろうぜ。よし、いいね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 。しかも防御は完璧。うんちとキノコ。バナナの皮だよね、世の中。あー、無理。危ない危ない危ない。よし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 。これもなんでこうなったらさ、こうなんか発射準備 OK ってなるんだよね。ほら、撃って逃げるんだ。わっ、ハンドラシスだ、これ。ハンドラシスついてんな、気づいた。あっ、くれえな、この野郎。ちょっと見えない、見えない、見えない。あっ、これ今どハンドラシスついてんのか、すごい。だからさっきからなんかあの、ウニ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 してたら、あれなんか急になんかあの、独壇場になってんだけど、あれあれないね、こっち見んの。シャー、ありがとうございます。いや、いいね。1パート目からこれっていうのは気持ちがいいですね。はい、ということで、ハイライト行きましょうか。トゥルル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 ま、あの、全然よく分かってない。どんな曲だったっけ。いいねー。そうか、ハンドラシスついてる。あ、なんかあれなんだ、後ろが地味にこっぺ。あ、しかもあれ、これ、これ動物の森、あ、タルクチのマークだったけど、動物の森っぽいのがあったね。へー、オッケーオッケー。いやー、第1パートから企画ダブルにならなくてよかったです。チェーン。さあ、気持ちいいね。早速優勝できると。あれ、キノコが最後1位じゃなかった、2位じゃなかったのか。オッケーオッケー。で、マシンパーツなんか30コインを手に入れて、何、優勝すると30コインずつ手に入るとか、そういうあれなのかな。もうそれすらもよく分かってない。本当にね、こう、あれ、Wait a minute。ああ、びっくりした。優勝してないのかなって。優勝はお預け。あ、ちょっと、あ、花ちゃんバギー。あ、じゃあ花ちゃんバギーでしょ。できた、出てきたやつをことに使っていきましょう。あ、なんだなんだなんだ。こうしてハンドルアシストの有無は、あ、これか。L、 あ、オッケーオッケー、これでなしね。で、この Y はなんだ、R？ で、あー、そういうことか。ああ、普通にこれでいいです。タイヤも変えるじゃん。スピード、曲がりやすさ、え、何これ、ブロックタイヤ、リングタイヤ。あー、曲がりやすさ、あ、じゃあ曲がりやすさでいきましょうか。よし、じゃあ、セイルプライン。これ、どっちが正解？わかんないから。じゃあ、モーモーカントリーって、ほら、旧マリオカート 64？ マリオカート64だけでか。旧ではないよな、マリオカート64にしてんでな。うん。は、確か、モーモーカントリーが、第2ステージだった記憶があるから、それで行きましょう。やばい。鶏を攻撃すると無限に攻撃さ、襲われるやつだ、これ。
もう呼吸ごっこ落ちてたな。大変危険でございますので、その先から飛び出ないようにご注意ください。パンチャーケージとかですか？ここが良くはない。いや、すげえ安定性の悪そうな。いいね、いつでもあの、これクッパー。あ、なんかちょっとクソ生意気な緑色がいる。あれだよ、紫と緑混ぜたらさ、いってー、何色になる。急にこいつら速くなってるのか。気のせいか、俺が遅いだけか。いって、あの毒キノコ野郎、どうなの、聞いてやったの。あれ、後ろ行くよ。どうやら自分の毒が回ってきたようです。で、そのことはどうでもって、鼻っかけに当たって、ちょ、あれ、ハンドラッシュだったのが俺、うまかったんですよ。虫は跳ねるもの。やばい、ちょっと待って、毒キノコにも抜かれてる。待って、なんか、さっきと違って、なんか全然うまくいかないんだけど、どうなってる。よし、やばいな。よし、いいね。やっぱスピードがちょっと足りないのかな、このバンちゃんバイ。やばい。今、あいつが引くことによって無限に攻撃をされるというオチが待っていたかもしれない。せい。うわー、ここでボーチャーが来るか。よし。すごいキワキワ走ってるな。ドキドキする、やっぱり。よし、こっちに。ちょ、またこいつか。あー、ラッキー。ほいよいしょー、ギリギリ。あれ、すごい、ありがとう。なんかゴリッゴリにここで優勝してる。おー、来た。へぇ、なんで、ちょ、お前無回転で飛んでくんのかよ。フローターサーブじゃねえか。よし、オッケー、はい、無事1位です。イエス、コンピューターにはまだ負けません。ね、今ちょっと雑音入ったかもしれない。マイクの位置をちょっと変えてみました。はい、ちゃんと僕の声を拾ってくれる。え、これ何サーキットだっけ。マリオサーキットですよ、今。やばい、いやーピーン、チュインを攻めろ、インを攻める。何も出版してないけど、よいしょ、で、何が出てくる。いいね。やっぱ、こちらはもっと攻めるべきでしたね。コースを全然覚えてないですよ。よいしょ。でね、コンピューターのね、やらしいところがね、あいつらね、見てないところで速いの。そして見てるところで遅いのよ。やばい、追いつかれる。出た、あいつらをきっとまたあれだ、やられんだよ。あ、最後の一発逆転を目指したいときはあれか。あの、右側のブロック取りに行って寄ってるんですね、相手にブロック。チャリーン。そのちょっとずつの加速があるかないかで変わってくるんですよ。よいしょー、大丈夫、あのハンドルから手を離すレベルだったらいいけど、車体ごと行っちゃってたけど大丈夫。よいしょー、ほい、ロケイ、よいしょー、ほい、もういいですね。もう余裕じゃん。なんかあの、青コーラを4つくらいぶち込まれないと、あれだね、穴という穴にぶち込まれない限りは俺勝てそうだな。だが、ここで油断をしてはならない。よし、うちが、よし、いいねー、これは勝ち確。よし、これ勝ち確。あー、ダメかもしれない。よし、くうえー、ここでこれか。辛いな。よし。しかも1位はあれなんだよ、ダメージが結構残るんだよな。よし、2つ。やばい、みんなでかくなってる。でかくなっちゃってる。小耳だけじゃなくて、体がでかくなっちゃってる。ほい。これ、俺が残したやつだけ残ってる。もしかしたら危ねえ。これで、こういう最後は片手で、ブーン。そして、漢字の時に噛んだ。所詮、骨になったクッパなど魔王ではないのだ。言いたかったんだけど、まあ、言えたんだけど。オッケー、いいね。いい感じ。さて、スリーコースのペクペクペイン。結局さっきのコースなんて名前だったの？マリオサーキットでいいのかな？ペーペーヨーイエーイ。ドゥ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 、早いのを目をつくからドッキリのこよう。まあ、さっき姿見えなかった。ドゥ
ビータモンがちぎり、ちなみに全く飛べないっていうこともありえない。あんなことはない。すごい、さっきからあれだね、カチャ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 って入ってるね。よいしょよいしょ、フィー。これ水中の中の細くなるとかそういうのあるのかなとか、あんまり水中見すぎるとエンジンが噛みついちゃって途中で固まりますね。あ、よいしょ。まあいずれ200cc とかもチャレンジしていかなきゃいけないんでしょうけど、とっさにブレーキとかかけられないよね。あれ難しいよね。 200cc とかも一回やったことあるけど、Wii U ね、マリオカート8はやったことがある。デラックスはない。このコースは8もある。あー来てるな、青いのが来てるな。青い悪魔がなんかもう途中で、もう作ったからもうスキップでいいわってならないかな。来た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 、よいしょよいしょ。いいよ、ハンデだ、アイテムだ。すぐに捨ててやったんな。待って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 、やばいやばい、ブッ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 。あ、ちょっと、うまいな、キノコじゃない、バナナの乗っけ方。あのバナナ乗っけ方上手って言うんですよ、個人的に。コイン1、2、違ったーって。ふい、やばいな、これ3周目で追いつかれるパターンですね。よいしょー、ほい。近くにいるな、近くにいるな。やばいな、ベリテングだけやってるな。ピンクなんだけどさ、しかもここでピンクいかねえのかよ。その微妙な差で追いつかれて、大丈夫か。よいしょー、オッケー、ぴょん。わー、コイン紛れさせるな。なんでやねん。まあ、あれでもなんか、あれピンクも止まってたピンク。誰かあれなんだ、コイン、コインバラバー引っかかったやつがいたかもしれない。よし、じゃあこっち、へい、よし、ラストフィニッシュいきましょうか。ラストスパートまで、あと3秒、3、2、1、クレクレクレ、よっしゃー、オッケーオッケー、フィニッシュバックダウン、果てちゃった、バイベー。いやー、2位以下頑張って、はい、なんか争っといて。星ってなんだろう、今6分の0ってなったけど、お気に入りのコースを決めれますみたいな。なんかお気に入りのコース6個決めて、それで、オリジナルカップが作れますよっていうこと。決めてよ、ハイウェイ。行きます。発車します。行けないな。だんだん、あれだね、柄悪くなる。あ、もっと取りたかったな。マジか、インコースを攻める。いいね、いいね。そういうやっぱね、ベテラン色出していくの大事よ。今日飛びましょう。来てるね、来てます来てます。ここは私、あれ、もっと、ふいふい、気をつけ。いい、あ、痛い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 。面白いね、ロックの時のさ、これはさ、キノピオハイウェイさ、端っこに行ったらアイテムが取れる式だったけどさ、こいつはあれだもんね、端っこに行ったらコインが取れる式だった。嘘、いい、もういらないな。じゃあ頑張ろう。じゃあ運をインサイド攻めて、インサイド攻めて、インサイドアップからのスリーポイントシュートで逆転です。 OK。 さてさて、こいつなんだったっけ、スターだっけ。スターはでもあれだな、あれあれあれ、ウィッシュのあれだね、スター。チャー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 。見に行ったんだけどね。やばい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 。最終ラップ、しかもなんか、2位で終わり。うまっ、うわ、マジこのクソ野郎、このクソ緑、ほんま野菜食べ過ぎた時のうんこみたいな色しやがって。ちょっと、できんな発言が冷静に終わり申し上げます。ちょっと待って、トラックとばっちり受けたらごめんね。半年くらい前に、なんかサービスエリアを有料化するかみたいな話があったけどね。あれか、まあ批判とかも多かったけどさ、まあ
寝たいのは分かるけどさ、息なくダラダラのさ、いる客もいるわけだからさ、あれ、僕のせいっていうから、まあね、いいんじゃないかなって言ってるけど、まあ、完全に輸送業は殺しに来てるよねって話だよね。あれ、終わりだっけ？あ、終わった。おっしゃい、完全勝利。次に進みます。OK、OK。よっしゃ。まあ、パート1はね、やっぱりね、パート1からきつまずくわけにはいきませんので、何かのマリオパーティー3、今もう全くもって収録が全然進んでないマリオパーティー3というものがあるんですけれどね。はい。結局裏でもね、2回やったんだけど、ワリオに惨敗しておりますよってことで、なかなかね、勝って次に進ませるっていうことができてない状態ですよ。だから次のマップが何になるのかっていうのも全く僕存じ上げないので、ちょっとしばらく、もうしばらくお待ちください。はい。もうね、仕事もいろいろでやっぱりね、一般のサラリーマンやりながらね、こういう実況届けだったらね、裏でやる時間もなかなかなくて、結局、ゲームをやる時間とね、実況を撮る時間がもうほぼニアリークになってしまうんですよね。ほぼニアリークと、ほぼニアリーも同じ意味だ。ということで、新しいマシンパーツ手に入れたところで、今回は、二つのカップを完全制覇したということで、パート1ですね、終了としたいと思います。ということでね、新しい、ゲーム実況を始めていきましたので、ぜひ、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、明日以降もですね、まあ、ちょっといろんなゲームを混ぜながら毎日やってるんですけれども、ぜひ応援していただけたら幸いです。ではまたお会いいたしましょう。さよなら。バイチョ。